さあさあさあ始まりました。本日も父さんがお送りするセブンデイズツーナイタークリスマスの時間がやってまいりました。ペラル直前ということで、前回イオンをなんか探索しきれたのかしきれてないのか、まだまだちょっと探索するところはたくさんありそうでしたが、一旦ですね、もう今14日なんですよ、日付こちら、デイ&タイム14の今2時ってことは、夜中の2時ってことでいいのかな、これなんか大きくなったり違ったりしてますけど、2時2分ってことは、これ外2時じゃないよね、明るさ的に。でもまあ、東から太陽昇ってますから、一応まだ夜中の2時ってことでいいんだね。ということはまだ結構フェラルまで時間が10時ですよね。なんでちょっともうさすがにフェラルの準備していかないと参っちゃうよねっていう話なんで、どんどんフェラルの準備していきたいと思います。弾は一応まあこれだけだもんね、あるもの全部やっていくってなんとこうなるんですけど、結局打ち切ってリロードしてる間にやられちゃうっていう可能性がすごい高い。そして有識者の方々からのですね、たくさんのコメントありがとうございます。なぜフサウはパルクールを上げないんだって話なんですけど、上げたいんです、私も上げたいんですよ。パルクールはこう見えて上げたいと思ってます。だけどスキルポイントが足りないんですっていうことに悩まされそうなんですけど、よくよく考えたら私スキル本作れますよね。スキル本というか、なんというか、スキマスイッチじゃなくてスキマスティック、スキマスイッチでですね、これ368枚あるんで、これ何枚使いましたっけ、ジェネリックスキル、これが60枚だから6スキルポイント獲得できるんじゃない。いやでもこのスキルノートの束をこれで使ってしまって、果たしていいのかいっていう話だよね。この科学者のマスターブックとかもこれ作れるんですよね、480枚とか。なのでこのクラスペーパーね、クラススキルとかも120で作れるから、ここでこのスキルノートの束をこのジェネリックスキルノートで使ってしまうのはもったいないんじゃないかっていうところがあるんで、一旦ちょっと様子を見てみたいと思います。でそして私ね、クエスト、これまだ続いてるね。あ、これあれか。あ、レッジの方に行かなくちゃいけないやつか。ああ、そうだね。クエスト、こっちのクエストだったね。あ、結局 DF のクエストは、レッジだから行けないってなってるってことか。ああ、そういうことか。で、これが一旦保留だったってことね。過去の自分の出来事をいろいろ確認してるんですよ。ってことは、今やれることと言ったらですよ、もうフェラルの準備をどんどんしていこうかなと思います。さすがに危ないっていうことで。なので、鉄張り。いや、ウッドスパイクじゃちょっと弱いでしょ。かまどで今165、まだ今ひたすら焼き続けてますけど、これで317ありますから、鉄鋼がこれで錬鉄使って鉄のスパイクを作ってですよ。でバリケード系をしっかり作っときたいですね。これですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 もう野戦なんで、せめて鉄張りぐらいはないとやばいんじゃないかなって。いやこれもかかるな、時間。これどんだけ作れます？あーでも結構50個作れるな。20の50、鉄張りがあればなんとかなる説もう、泣きにしろあらずいやダメかなどうする？セメントミキサー作ってる余裕あるかな。セメントミキサーを作れる余裕があるなら、もうセメントミキサーとかも作っちゃいたいですよね、せっかくなんで。確かもう作れるようになってるはずなんで私。コンクリートブロック、いやでもスチールでもいいよね、強化としたら。あ、セメントミキサーはこっちか。あ、いける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 。連鉄、バネ、エンジン、機械部品あります。エンジン、バネ、機械部品、ほらどうよ、足りないね。あ、こっちか。こっちのパーツでこれでどうよ。ほら、オッケー。セメントミキサーも1台作っときましょう。2分30秒、これならまだいいかな。あとは扉か。スチール使うけど鉄鋼扉、いやいるよね。いやいるよ、そろそろいるよ、もうなんかもう危ない匂いしかしねえもんな。キャビネット、あ、へえ、これ壁にくっつけれるやつだ。はい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 、すっきりしますよって話ね。でこれ作っといてだ。でバフ、まあ食べれるご飯は今効いてますから、バフが。なんで最大値は122の143、まあそれしゃあないでしょ。あとは防具系、防具武器系、防具はテイラーで作るんですけど、一応今持ってる、いやもう作れないのか、そもそもそんなに服系は、防具系は。あ、軍用ブーツとかヘルメットはまだまだ作れなくて、あとなんだ、こっちで作るのかな、他の防具系は。こっちか。あ、アイアン、いやでもレベル品質1か、作れるのって言ったら。
スクラップもできない。アイアン系が作れるようになってるんですけど、全部品質は低いですね。じゃあこれはちょっと諦めよう。セメントミキサーを回し始めると、このコンクリートミックスが必要になってくると思うんです。で、コンクリートミックスは、何と何でしたっけ？砂と、石とか、なんかその辺使って作った気がします。かまどかで作るねん、確かね。かまどで。このセメント。こいつを作ることになると思うんで、先に、砂と石を大量に集めといた方がいいな、これ。いや、ある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 。これ今まで掘ってきたやつが1323で、玉石と2125。これあるな。結構素材はなんだかんだ持ってますね、私。強化フイゴとかも作って、焼くスピード早めましょうか。革と鉄とダクトテープと釘。革、パイプ、ダクト。革、パイプ、ダクトテープ、釘。強化フイゴも作れますね。強化フイゴも1個作っときましょうか、今で。で、強化フイゴ作って、鉄張りが出来上がってきてます。あとなんだ？作業台系で設置できるものはこれで全部で、かまどを焼くスピードを上げるためには、なんだ、オフに1回して、これでバッテンバッテンにしときます。ルツボと改良されたヒーターエレメント。強化フイゴこれでつけれるでしょ。あれ、セメントって小石だけでよかったでしたっけ。あれ、砂は使わなかった。セメントを使って、コンクリートミキサーで、コンクリートミックスするときに、あれかい、あ、できましたね。とりあえずこれでじゃあ、一旦セメントミキサーを設置していきましょう。もう設置する場所がないからね、これで、ほんで。あ、ここいけるじゃん。ここ設置して、この時に、砂がいるんだ。あ、で、小石もさらにいると。はい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 、意味が分かってきましたよ。で、このは、これはちょっと全部使っちゃってるんで、1500とか使っちゃってるから、500と、これで500ぐらいセメントで使って、こっちでも小石使うから、混ぜるのは危険で、コンクリートミックスを228ぐらいですかね。で、玉石あるし、玉石もちょっと作っといた方がいいかな。持って、今持っているもので、鉄スパイクはできました、20個。で、鉄の扉作ったでしょ。で、あと、パルスグレネードは一応持っといて、ロボスレーも1個用意する、手榴弾10発と、次元爆弾20。あんまりこれ使えないかもしれないですけどね。にしてもまだちょっと時間に余裕があるっちゃあるので、いや、仕事を受けときます。距離全然わかんないけど、まあ全部近いから、まだ、たまにも余裕あるし、今のうちに、まあ一応ね、いつフェラルが始まってもいいように、素材だけは一応持ってはいるんですけど、どっちにしろ練ってる間、時間がもったいないんで、これセメントとか今作ってるでしょ？この間に、コネコネしてて、焼いてる間にですよ、クエストを少しでも進めますか。で、弾をですね、なるべく 9mm とかマグナム弾とかショットがね、7.62 を使わないようにして、クエストをなんとかクリアできればいいと思うんですけど、何か仕事はあるか。不名誉除隊、あなたは特別な存在ではない、飢えた観光客、マンイーター、羊たちの沈黙、どれがどれだったっけな。まあ、とりあえずこれから受けてみますか。ちょっと近所の DF クエストをサクッとやってみてもいいです。じゃあクエストフェラルまでの間、ちょっと時間があるので、少しでも DF クエストを進めると。まあ今一応やることやってるんで、クラフトね、作るの待ってるだけなんで、待ってるだけじゃ昼間もったいないですもんね。で、近所なんでバイクもあるし、サクッと回ってダッシュゾンビが来ようが何が来ようが、もう私は今成長しているんで、多少大丈夫だとは思いますと。はい、到着しました。で、バイク一旦壊されないように回収しといて、なるべく9ミリ、この子で頑張る。この子か槍で頑張る。いきます、よろしくお願いいたします。どうや、不明よ。あ、そっち系ね。いや、これちょっと待って、あんまり、ちょっと待てよ、これ、こいつはあんまり、そういうことか。ちょっと待って、まだ、そういうことで、あー、ちょっと待って、走ってる。なんで、やだね。軍人ゾンビが来る系ね。はいはい、危ない。いける。ダウン取ったらこっちのもんだ。ほら、出血しーや。うりゃ、おいしょい。うわ、危な、カードキーを落としてくれるわ。危な、あ、ダイナマイト。あ、パーツ。あ、タクティカルセミオートライフル。これ、タクティカルセミオートライフル弱っ。タクティカル弱いな。でも、取れるアイテムとか、手に入るアイテムがめちゃいいものが手に入り始めましたね。30だな、タクティカル。これ、めっちゃ弱かったね。フルオートモッドやっぱいるな。
ちょっと待って、これとこれ切り替えて、とりあえず30で、いやもう9ミリほぼ使えないと思った方がいいわ。じゃあ報告しましょうと。もらえるのは、あーハイパワー弾もらえるじゃん。これだったらハイパワー弾かな。ハイパワー弾もらって、他に何か仕事ありませんか。あなたは特別な存在ではない。よし、このフルオートパーツいるんじゃない。とりあえずさっき拾ったのと、今持ってた、こちらので品質上げといて、これを改造してフルオートつけないと、なんかフルオートなのかセミオートなのか分かんない動き方しましたよね。ダダダンダンダダダダンみたいな感じで。で、拾ったアイテムは預けとくと。で、セメント回収して、焼けたセメントを今のうちにここでセットして混ぜておくと。これでいいですね。そして次の DF クエストを受けに行くと。まだ時間はある。まだ時間はあるぜ。次行くぜ、次。はい、到着。そしてさっきやられてたので、これ回復してなかったね。回復しといて、もう一丁回復だね。これ15しか回復しないから、もう一丁回復入れて、こっちでも回復入れとこうかしら。これで大丈夫かしら。97の102、これ大丈夫そうですね。 OK、 回復は入れときました。で、銃がまともに使えないっていうのが分かって、こっちの方が多少強くなったかな。まあ最悪槍でいきましょう。はい、あーそれか、そういうことね。これも槍だ。結局槍強い。はい、貞子のさっちゃん、やっつけたいけど、やっつけてない、やっつけた。はい、もう一人いる。叫ぶ、燃える。はい、ダッシュゾンビ先にやる。ダッシュゾンビやる。ウップいる。ウップ倒す。ドク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 、もう一発入れとく。避ける。ここにもウップいる。やべ、バイクしまうの忘れた。そこで爆破されたら困る。非常にそのダッシュゾンビがやばい。ダッシュがやばい。いや、ちょっと自分のバイク殴ってるわ。はい、やっとくやっでやれないよ。とくなんかオートバイ殴った気がする、自分で。いや、ちょっと結構いっぱいいっぱいチャンス私。ティアさんのクエストだいぶきつくなってきたな。 HP が毎回半分になってヒヤヒヤするなこれ。でも今のうちにガンガン回せるから、もうちょっと回しましょう。はい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 、続いて報告します。何がもらえるかな。あー、マグナムのデザートイーグルが35。うわ、 AP 弾か。 AP 弾は別にブロックダメージですよね。あれ違ったっけ。あ、対アーマー値、アーマー補正マイナス 20%、 遠距離ダメージ50だから、こっちの方がやっぱ強いのか。ハイパワー弾がブロックでしたっけ。ブロックダメージ、あ、ごめん間違えてた。あー、でも遠距離ダメージ 41.6、 まあ AP 弾の方が強いのか。38。いやー、スキルノートの束9か。デザートイーグル35も欲しいな。でもこっちの本体の方が欲しいな。こっちもらいましょうか。 OK、次、何か仕事はあるか。飢えた観光客、どんどん受けていきますか。はい、到着でいたしました。その前に回復タイムだね。ちょっと回復作んなきゃな。確か包帯とかも作れるようになってるはずなんだよ私。なんでこの辺も作っといて、あ、やべ、オレンジティーとか飲まなきゃ。最大値もこれで上げといて、なんならご飯も食べて、ステーキは最大ウェルネスが2か。現在のウェルネスプラス2と最大スタミナボーナスプラス20で、これも食べときましょうか。食べといて、バフかけといて、回復入れといて115。OK、これできますね。結局槍が強いんちゃうんかみたいな話になってますけれども、やってみましょう。きた、腹ペコモード。こいつらが走ってくるとやばいんだよね。はい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 、まずやっとく。避けるで、爆破されないように。あれ、もう数が少ない。まだこれならなんとかなる。ドゥクドゥクしてる。これか、これやばいな。こいつらが走ってくるとやばい。ドキドキしてる。オッケー、やっとく。爆発する前にしっかりとかっきり取ってヘッショ狙う。ドキドキ。オッケー、どう、オーラ、よし。何の重火器よりも一番鉄槍が強いっていうね。オッケー、よし、どんどん報告するぞ。どんどん報告。次は、シャムチャウダー欲しいですね。あー、でも AP 弾そろそろもらっとく。複合クロスボウで爆発矢も欲しいところなんだけど、いやー迷いますねこれ。いやー、どうする。複合クロスボウもらっといて、で爆発矢を使ってみますか。ちょっと、リー、あのね、マンイーター、男ゾンビを倒す、だが生かすジェイク。よし、これで私はですね、爆発矢もちょっと使いたいんですけど、爆発矢結構もろ刃なんですよね。ですね、イオンで回収した爆発矢が84発あるんで、これも一応使えなくはないと思うんですよ。これね、
この子、この子で爆発矢にして、これで疲れて自分近距離の敵に当たって自分も爆発する可能性があるからちょっとモラハなんですけど、今のところこの鉄槍が最強に強いんで、これでもうちょっとご利用し、フェラルもさ、これ重火器よりこっちの方が鉄槍でやった方がよっぽど強いんじゃないか説ないです。私頑張って、でも全部近接になっちゃうからな、遠距離で倒さなくちゃいけない相手はどうしようもないですもんね。二日酔いゾンビと貞子のさっちゃんとか警官、そこら辺ですよね。そっちの方がうんー槍だと対処しきれないか。はい、到着でございます。残すところはあと2つ。さて結局鉄槍で行ってみたいと思います。あー、おじさんたちね、全員ダッシュで来るけど、おじさんたちがちょっときついかな。ゾンビトレインしっかり作って一撃入れれば止まるから、ダッシュが確実に必勝で、ゾンビトレイン作って落ち着いて落ち着いて、焦ることはない、しっかり落ち着けば大丈夫。ほらほら見たことか、強い、ほら強いんちゃうん私。よっしゃー、ティア3なんとか。いやーでもノギスは出てこないか。よし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 私成長しています。皆さん続きましては、あー、ポンプのショットガン欲しいな、ポンプのショットガン欲しいな。うん、ネイルボーム、あ、これもらえたじゃん、買わなくても。あー、シャムチャウダー、シャムチャウダーは最大スタミナボーナス30、現在のウェルネス4。あ、これでかこれでか、あースタミナボーナス、あーでもこれ期間があるか、4分間しか効かないんだね。じゃあポンプ式もらいます。はい、でこれで最後ですね、羊たちの沈黙。これはさっちゃんがいっぱい出てくるやつだよね。だからこれはどうだろう、やり積んでガンガン回った方がいいのかな。結局やり積んしまくって走った方が早いか、結果銃で撃ちまくっても一撃じゃ倒せないから、その間に叫んじゃう気がするんだよな。でも走ってても叫ぶか、どっちがいいんだろう。これ銃乱射します、一回。はい、到着いたしました。さてと、でこれでバイク回収しといて、殴られちゃうからね。どうするかな、これは一旦ちょっと重火器使ってみますか、どんな感じになるか。最後さっちゃん、いやそんな、やっぱさっちゃんも走ってくるね。あとは、あ、え、終わり、うそまさかの2体しか来ないっていう、え、全然、お、沈黙してな、沈黙、沈黙してな、そこではい、お待たせいたしまして、これで報告してタクティカルセミオートライフルの36、さらにレベルを上げていきたいと思います。これもらいましょう。で、何か仕事があるか、ティア2に下がった、え、なんで、あ、前のティア、なんでもない、え、ティア2に下がったけど、え、なんでだろう、何か仕事あるか、ティア3全部クリアしたからってことかな。これリログしたらまた増えてるから、次ティア4に。まあとりあえずこれで終わったので、一通り DF のクエストは、問題は今何時かで、今時間が朝の7時、そろそろフェラル用の場所探した方がいいですよね。よし、これで、はい、来ました。品質が39になったライフルと、あとポンプのショットガンが品質36になりました。これ結構強くなってきましたね、だんだん武器も品質上がってきたわ。よし、じゃあとりあえずですね、あんな手の方がすごい野戦はやりやすかったんですよね。上がってくる方向が一方方向になってたんで、ここで戦った時、ね、これすごい良かったんですけど、家の近所がいいんですよね。作業台とかまだいろいろクラフトで作ってるものもあるんで、まあやっぱいつもの場所かな、ここいつもの場所で戦うしかないかな、私。ここは、ま、近所が一番いいですよね。だからちょっとここで作るか。でも作るって言っても、あ、やべえ、日付が赤くなりました、ついに。さて、これでじゃあ、ブロックを、とりあえず建築ブロックを今いっぱい作りながらですよ。野戦に耐えれる拠点を作っていこう。一方方向、いや、なんでかな、今見た、あいつら湧いてくるの。え、どういうこと、すごい。しかもなんかもうダッシュしてるし、なんならあの子たち、え、そんな、もうお散歩ですらなくなってるんだけど、ほら、え、めっちゃワイ、え、なにこれ、え、なに夢これ。いや、あの今、あ、すごいなんかスタンバイ、え、どこ行ったみんな、
え、スーパーの安売りでもある？これ特売の肥料めっちゃ来るやんまだフェラル始まってないのに。あ、でもお散歩始まりましたね。こっちには気づいてないから、今あのお散歩ゾンビたちを戦ってちょっと戦利品獲得したいんですけど、いやそんな暇ないかな。いやでもちょっと戦ってみたいよね。走ってるもんだってちょいちょい。この辺ちょっとやってみていい？うん、あれ外した。こっちはこのツン、ほら奇襲ダメージボーナス。あ、バレた？これバレてないね。おーやす、スーパーの特売日だな今日。絶対特売日でしょこれ。あツン、あツン、あツン、ほら来る。あ、来たねようやく。あツン、あツン、あトン、いるね。走ってくるゾンビをまずやっつけてく。はい、胴体打ちだけど仕方ない。痛い、やばい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 。ちょっと待って、遊んでた、遊んでる暇はない。オッケー、よしやろう。もうせっかくだからやろう。もう会ってしまったなら仕方なし。はい、スパイディもやっつけておく。歩いてくるならいいんですよ、歩いてくるならね。ほら強いから今の私は。歩いてくるやつらはガンガン、私はどんどんヘッショしていきましょう。もうここはお散歩ゾンビの次元を超えてる。はい、避ける、ドゥクドゥクする、いる。はい、これでレベルがやばい。あー吹っ飛ばされたか。まだいるな、どこだ。這いずりながらリバース、ここやっつけて回復ゾンビバイカー。よし、うまいんちゃうんすかこれ。やっぱお散歩は走ってるやつと歩いてるやつ混合でしたね。うん、なんかなかなか美味しかったですよ。でもなんだろう、相変わらずこの鉄槍が最強説なんですけど、ノギス落とさないかな。どう、ノギス落ちたり、まさかのノギスが、私が今欲しいんだけどいきなりノギスが落ちたりとかしないよね。落ちないかってなことで、ちょっと野生を迎えるにあたってですね、ちょっと広いところで一方方向にしたいんだけど、トレーダーハウス壊されても嫌っすもんね。だからもうちょっとここのガードレールがなくなったところらへんで、このちょっと中央線があるとここにもブロック動けなくなっちゃうんですよね。だからこの辺ぐらいからここら辺だな、ここら辺、この辺で作りを始めましょうか。って言ってももうやることは一つしかないんですよ。もう私はね、もうやることは一つしかなくて、もうこの自分が走ってやり積んができるエリアをこう作るしかないんで、私は今ここでね、こうしてこうしてこうで、もう豆腐拠点それしかないよね、これだよね。これでもう周りから来るやつらをどんどん倒すか、片側のブロックをふかしまくってですよ。でどうにかこうにかするしかないですよね。まあとりあえずちょっと今大枠の形作りましょう。これで、いや、アロースリットじゃあ槍は届かないですよね。でもね、毒吐きの毒食らっちゃうんですよね、間貫通してきちゃうからやつらが。まあ普通のポールでいくか。あ、この4分の1ブロックは、これ4分の1だったら槍いくんじゃない。これどうです、これならこの隙間からこれ槍いけない。じゃあそういう拠点を今回目指そうかなと思ってるんです。こういうこと、こういうこと、こういう感じ。ちょっと見にくいかな、これ。こっからこう。あー、こう、こんな感じ、こんな感じ。こんな感じで行って、これでこう。これでどうです？これで槍入るんじゃない？これ。ちょっと入んないかな、これだと。距離届かない？なんかゾンビが一匹いればいいんですけど、このブロックがちょっと邪魔してる説あるから、これ、四角じゃなくて、これ下プレートブロックの方がいいですね。あー、こんくらい、こんくらい。ハーフでいいや。ハーフブロックだったら、これだったら間違いなく届くでしょ。ほらね。あ、これでいいじゃん。これ一回取って、ちょっとハーフにしましょうか、ここ。よーし。これで原型できたんですけど、これどう？もう完全に、なんていうのかな、バンカー拠点っていうか、まあ、地下に潜ってるわけじゃないんですけど、こう、なんていうの、戦争中のこのなんか、バンカーっぽくないですか、これ。そうだよね。なんかこんな感じ良くないですか。これが、まあ一応これで槍積んで、近くに来た敵はツンツンして、私の槍が、これなら届くはず、きっとね。これでどうだね、この拠点。まあまあいけてない、いけてないかな
一応これは壁2枚ぐらいにしといて、あ、ここちょっと余分にブロック引いてるわ。これで上に登れるようにして、これでぐるぐる回りながら周りの敵ぶっ倒しまくるみたいな。本当は一方方向にしたいんですけど、まあブロックを付加するのも微妙なので、一旦この形式でちょっと作りますか。よし、どんどん強化していきましょう。気持ちいい、この近未来レーザーハンマー早い。あ、でもちょっと待てよ、これさ、コンクリートブロックみたいなのもともとありましたよね。玉石がもったいないっていうか、まあどっちにしろ余ってっからいいっちゃいいんですけど、これ材料不足になりそう、玉石なくて。とりあえずあるだけやってみましょうか。あえぇ、ー、めっちゃんこ早い作るのが最高かこれ。ちょっと待って、コンクリートブロックって玉石吹っ飛ばしてコンクリートブロック自体確か作れたと思ったんですけど、作れませんでしたっけ。あ、これ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 、コンクリートブロック。あ、でも39個しか作れないんだ。あー微妙。でもどっちにしろこれコストは一緒なんですかね。コンクリートブロック作っときましょうか。39個ってことはちょっとまだ材料足んないですね。一回ちょっと戻って、はい、戻ってきました。あれ混ぜてませんでしたっけ。私混ぜるの危険やってない。あ、まだこっちか。はい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 。であとはあるね、混ぜるの危険137。やっぱりコンクリートミックスが足りないですね。よしってな感じで、どんどん時間ギリギリまで、なんだかんだコンクリートミックスがなくて時間いっぱいになりそうですが、頑張ってフェラルの準備していきたいと思います。それでは次回の動画はフェラルですね、14日目のフェラル、プレミア配信で皆様お会いいたしましょう。Da da da da.